リバウド・ビトール・ボルバ・フェレイラは、ブラジル出身の元サッカー選手。元ブラジル代表。他の表記としては、リバルド、リバウド、リバルド、ヒバウド、ヒバルド、ヒバウド,ド,ド,ド、ヒバルドなどがある。1999年には、世界最優秀選手と欧州最優秀選手に選ばれ、2002年日韓 W 杯では、ロナウド、ロナウジーニョラと共にサー r と呼ばれる。 攻撃陣を結成し、ブラジルの5回目の優勝に貢献した。実家の家計が苦しく、ユース時代にはバス代を節約するために1 9トルも離れた練習場まで歩いて通った。また、プロになって初めてステーキを食べた時に、それまで栄養失調だったことから歯が抜け落ち、入れ歯になってしまった。2008年10月にはフルスモジミリン EG の会長に就任した。 息子のリバウジーニョモプロのサッカー選手であり、2015年には自身が会長を務めるモジミリニ EC で親子共演を果たした。2020年3月現在、レフスキ・ソフィアに在籍。SE ・パルメーラスでの活躍を経て1996年、当時ベルディ・カワサキから500万ドルのオファーが来ていたが、スペインのデポルティ・ボラ・コルーニャに移籍。 初年度にもかかわらず46試合で21得点という、好成績を残し、移籍した、ロナウドの後釜として、FC バルセロナへと移籍した。バルセロナでは1997の98、1998から99シーズンでのリーグ連覇に貢献し、1998から99シーズンには、バロンドールとフィファ最優秀選手賞を受賞。 2000から2001シーズンから、背番号が11から10になり、スター選手であるルイス・フィーゴが、ライバル関係にあるレアル・マドリードへ移籍したため、リバウドがエースとなった。また2001から02シーズンでは、パトリック・クライファーと、ハビエル・サビオラと共にトリデンテと呼ばれる、トリオの中心として、強烈な攻撃を披露していた。しかし、このシーズンのリバウドは、怪我が多く、 試合数得点数ともに加入以来最低の成績であった。ルイ・ファンハール監督との折り合いが悪く、2002から03シーズンからファンハールがバルセロナの監督を再び就任することになると2002年に AC ミランへ移籍した。だが、イタリアのプレースタイルに馴染めず、さらに自身の離婚問題でコンディションを崩し、出場機会に恵まれず2003年に退団した。 その後ギリシャのオリンピアコス FC に移籍。リーグの得点王になるなど中心選手として、リーグ3連覇に貢献したが、2006から07、シーズンオフに契約交渉が決裂した遺団。ブラジルに帰国する予定であったが、家族がギリシャに残ることを希望したため、退団して2週間後にオリンピアコスのライバルである、エックアテネ FC と2年契約を結ぶ。しかし、またも、 チームと圧力が生じ、2008年8月29日、ウズベキスタンリーグ一部の FC ブニョドコルと2年契約を結んだことが、エッグアテネより発表された。その後、クラブでは2連覇に貢献し、特に2009年シーズンにはリーグ得点王にも輝いた。2010年8月にブニョドコルとの契約を解除して退団した。その後、自身のツイッター上において、 2011年にリバウド自身が会長を務めるモジミリニ EC で現役生活を再開することを発表した。しかし2011年1月23日にサンパウロ FC へのレンタル移籍が発表された。それからカブスコルプ SC ドッパランカと契約を結んだ。そして2012から13シーズンからは AD3 回ターノと1年契約で移籍し、 2013年2月9日、移籍後初ゴールを挙げた。2014年3月15日、自身のインスタグラム内で現役引退を発表したが、2015年6月、ブラジル2部で最下位に低迷するモジミリン EC を救うために現役復帰を表明。7月7日、ナウチコ戦で現役復帰後7月14日の魔界戦では、 息子のリバウドジュニアと親子揃って先発出場し共に得点を挙げた。翌8月に再び現役引退を発表。バルセロナ所属時の2000の01シーズンリーが最終節勝利した方が翌シーズンのチャンピオンズリーグ出場となるバレンシア CF 戦でリバウドはチームの全得点となるハットトリックを記録し勝利に導いた。1点目は 前半3分、バレンシアの壁をわずかにかすめて、ネットに突き刺さった、フリーキック。2点目は前半ロスタイムに、得意の強烈な低い弾道のミドルシュートでゴールを奪った。そして3点目は、2対2の同点のまま、後半43分と、残り時間はわずかとなり、引き分けなら、バレンシアが、チャンピオンズリーグに出場するという状況であった。ペナルティエリア外にいたリバウドは、 後方からのフランク・デブールの浮き玉のパスをゴールを背にしたまま胸でトラップすると左足のオーバーヘッドキックを放ちそれを一挙動で行った。ゴールキーパーのサンティアゴ・カニサレスはアウトカーブがかかったこのシュートを止められずゴール右下隅に突き刺さった。スタンドで観戦していた当時のジョアン・ガスパール会長が珍しく狂気乱舞し試合が終了すると カンプノーの観客は興奮のあまりピッチに崩れ込んだ。ルイス・エンリケに、あれは、キャプテン・翼でしか表現できないプレーだよ。メディアからも、キャプテン・翼は実在したと評された。2001年から、キャプテン・翼ロード22002が連載されるトリバウドを、モデルにした FC バルセロナと、ブラジル代表の10番リバウールが登場し、上記のゴールシーンもリバウールの必殺技、ハイジャンピングボレーとして、 史上で再現されている。ブラジル代表としては1993年12月16日のメキシコ戦で代表デビューを飾る。1996年アトランタオリンピックのブラジル五輪代表にオーバーエイジとして出場するが自身のミスもあり準決勝で敗戦した。この時のブラジル代表はフル代表と五輪代表の両方をザガロが兼務しており、 アトランタ五輪での敗退の先犯とされたリバウドは五輪後しばらくフル代表に招集されなくなった時期があった。しかしその後すぐに代表復帰を果たし FIFA フフワールドカップではブラジルの栄光のナンバーワン例を1998年と2002年の2大会にわたって背負った。1998FIFA ワールドカップ大会では準々決勝のデンマーク戦で当時世界最高の ゴールキーパーと言われていたピーター・シー・マイケルから2得点を奪うなど計算得点を上げたものの優勝を逃したこともありブラジル国民を納得させることができなかった。1999年のコパーアメリカではロナウドと共に得点王になり MVP にも輝くと2001年に行われた 2002FIFA ワールドカップ南米予選では同国は 苦戦を続けたが、10月7日のチリ戦で1得点を上げ、本大会出場に貢献した。2002年の本大会では5得点を決め決勝でも2得点に絡む活躍を見せ、代表で活躍できないと言われていた批判を一周し、ロナウド、ロナウジーニョ、カフー、ロベルト・カルロスらと共に5度目の優勝に大きく貢献した。ペレ以外で背番号10番をつけ、 ワールドカップにて中心選手として優勝したことがある選手は現在までリバウドただ一人である。ありがとうございます。